白洋は海上保安庁の測量船。交渉船系は大型測量船。深海洋秩序の確立を目指して1973年に開幕した第3次国連海洋法会議を通じて沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権を認める排他的経済水域の概念が提唱され、日本でも1977年に領海法及び 漁業水域に関する暫定措置法が施行されて、200海里の漁業水域が設定された。従来の大陸法条約では、公開であっても大陸法であれば海底及び海底下に管轄権を認めることになっていたが、国連海洋法会議でも基本的にこの方針が踏襲され、200海里の外でも海底の地形や地質が一定の条件を満たす場合には大陸法として、 主権的権利を認めることになっていた。しかし大陸法としての権利を主張するためには、これを証明する科学的及び技術的データを国際連合に設置された大陸法限界委員会に提出する必要があった。海上保安庁では、1967年から着手した海の基本図、作成の一環としての大陸法調査を行ってきたが、 大陸法限界委員会への申請のため、新たに大陸法の限界確定を主目的とした調査が開始されることになった。また、海の基本図、作成も継続する必要があったほか、西太平洋国際共同調査や離島基礎情報図の作成なども重要業務として指摘されていた。当時総理府に置かれていた海洋開発審議会でも、 観測船の増強を含めた200海里海域の調査拡大を強調した答申がなされた。このような情勢を受けて、1980年代前半の改悪が予定されていた、拓洋の大船として建造されたのが元船である。設計面では、初代、秋広及び、航路標識測定船、津島が手本とされた。船系は朝鮮白型、船体構造は、 横肋骨構造であるが、上甲板を呼び、先導甲板は縦肋骨構造とされた。測量時には、船体動様を極力抑えることが望ましいが、正確上から漂白内視低速航行時が多い。ことを考慮して、現、揺ら装置としては、可変周期型の原用タンクが採用された。指揮官としては、富士 6S40 バイトディーゼルエンジンが採用された。推進機は、 可変ピッチプロペラである。また精密な操船が求められる、正確上からワウスラスタも備えているが、高層時のあわや水中雑音低減のため、ここには開閉式の扉装置が設けられている。電源としては、主軸駆動発電装置のほか、久保田鉄工の6 d 1 7ト h c s m ディーゼルエンジンを原動機とした三菱電気製主発電機2機を搭載した。 海洋測量装置としては、船底に設置された CBM 型マルチビーム音響促進機をはじめとして、旋海洋促進機、プロトン磁力系、海上重力系、複合測位装置、測量観測データ収録装置などが搭載された。このうち CBM はアメリカ合衆国のジェネラルインストゥルメント社製のマルチビーム音響促進機であり、日本では初。 世界的にも7番目の導入であった。853E ナロービーム促進機と 875C エコー処理機から構成されており、船底の船守備船に沿って、船首側に20個の総破機が、また船尾側に40個の重破機が配置されていた。待ち受け受けぶり方式を採用しており、16本の待ち受けビームを合成することができた。それぞれのビームは2度40分2度40分と、 非常に細い促進ビームとすることができ、1回の超音波の発信で16個の高精度の推進情報を得ることができた。これにより、海底地形を即座に、等身線図として作図することができた。また順次にバージョンアップを図っており、1995年8月以降は CBM210、その後さらに CBM2112 となっている。また本線では、 複合即位装置も装備化された。これは、複数の即位システムの情報を総合し、それぞれの場所や時間帯に応じて、最も適切な情報を採用、あるいは統合して即位するものであり、本線では、マグナボックス社の200型システムとして、衛星即位システム受信機2機、ロランシー受信機2機、セシウム標準発信機、ヒューレットパッカード射精、HP、 2117回電子計算機1機を搭載した。そして2017年末から2018年2月にかけて高機能化工事が行われ、旋回用のマルチビーム音響促進機が追加装備された。中心度や深海用のマルチビーム音響促進機でも旋回域の測量は可能だが、周波数の異なる専用機を用いた方が、より精度が高い測量が可能とされる。 海底の地質、地殻構造探査のためには、深海用音波探査装置と 3.5kHz、表層探査装置、地殻熱流量計付き中上最大機が搭載された。このうち深海用音波探査装置は、いわゆるマルチチャンネル反射砲探査装置として、後日装備されたものであり、マルチ12チャンネル対応の受信部を備え、そのためのデジタルストリーマーケーブルは600メートル、 分を搭載した。一般海洋観測のためには、塩分、水温、深度測定装置、栄光式水温測定装置、白溶波浪系、深海流速系システム、深海をカメラ、生打ちデータ処理装置などが搭載された。当初は12メートル型測量艇2隻を搭載していた。その後、2000年の三宅島噴火などを背景として、同年度補正計画で、 遠隔操縦可能な高度防災測量艇が開発されて測量艇の片方と交代する形で元船に搭載された。これは当初初代秋広のマンボウ、2代目秋広のマンボウ2に続くマンボウ3と称されていた。後に小型測量船、人米として船籍を与えられたが、その後も運用は本船と セットで行われており、固有の乗組員は配されていない。小型船ながら、旋回用マルチビーム音響促進機や延直水温連続測定装置、採水装置などを備えている。建造所は、瀬戸内クラフトである。また2012年から2013年にかけて、伊勢社の無人探査機であるエクスプローラー2機の運用能力が付与された。その後、 2017年から行われた蒸気の高機能化工事の際に高画質のカラー動画カメラを設置するなどの改良が加えられて、全長、重量ともに増大したほか、人米に代わって ASV 社の自立型無人測量停止、ワーカー7が搭載された。これに伴い、陽光用のダビットはクレーンに換装されたほか、マストのプラットフォーム周囲には、 ASV との通信のための平面アンテナが設置された。大陸方言会調査は本線の収益に合わせて昭和58年度より開始された。後には心臓の秋広も加わり、1983年から2008年6月までの25年に渡って調査が実施され、測量船が航行した距離は108万キロに達した。この調査に基づいた申請により、 2012年4月には約31万平方キロメートルに及ぶ大陸法の延長が承認された。2014年6月には権道を用いた調査で、久米島西方30キロに国内最大の海底熱水交渉が発見され、同期の名前を取って権道サイトと命名された。2016年7月22日夕方、測量調査中に、 近藤一が拓洋の左舷スクリューに接触し、全損した。拓洋も左舷スクリューの異常で右舷スクリューのみで東京港に帰投した。ありがとうございます。